はい、皆さん、えー、こんにちは。はい、今回はですね、えー、まあ、ブルー着てるのはね、もう本当にブルーな気分なんです、なんですけども、今回はちょっとね、久しぶりにね、まあ、政治の話題というかですね、いやー、もうね、キッシーさんもどうするんですかみたいな話とですね、あと合わせてね、例のね、エッフェル姉さん、あの、松会、ルイ、ルイ16世議員なんですけども、いや、相変わらずね、やらかしてるね、みたいなね、えー、そんなような話がちょっと出てきましたので、 ちょっとお話をさせてもらいたいなっていいなう感じですいやあねーまあキッシーさんは相変わらずなんですけどもこのねエッフェル姉さんもねいつまでやらかすんですかねみたいな感じですね相当ですねこれ大阪フレンの人たちにねなんかに睨まれちゃってるっていうようなことでまあちょっとねちょっとだけねかわいそうな気もしますけどもでもちょっとねひでえなっていうようなちょっと話が上がってきておりますのでそういった点をねちょっと紹介させてもらいます。 はい。でですね、今ちょっとね、また黒板でご説明させてもらいますけども、えー、まあね、岸井政権なんですけども、これね、毎日新聞が具体的に内閣支持率ということで、新たにね、調査をね、しました。なので最新のね、支持率、支持率なんですけども、はい、25%ですよってことで、実際は先月と同じなんですけども、過去最低です。過去最低レベルの横ばいというようなことでですね、 一体ね、あのね、女性のね、閣僚というかね、あの、先月のね、えー、あの、あれ、内閣改造において、えー、女性をね、5人入れてですね、いよいよ頑張るのかなと思ったらね、<laughs> 支持率上がんねえんじゃないの。まあ、当たり前ですよね。あまりにもひどいな、ということでね、えー、先日そのね、まあ、2世議員ばっかしですけども、入閣した人たちもなんかね、グレーの話題がいっぱい出ておりますし、やっぱりね、 え、先日、その逮捕された例のね、大間さんの秋元議員がね、大間さん、え、汚職のね、秋元議員だとか、まあ、マイナンバーのね、河野大臣もしっかり、え、で、今回ちょっとね、話をさせてもらうね、FL 姉さんにしてもしっかり、あの、例のですね、割れの、FL 姉さん片割れの今田議員は相変わらずね、報告書出してないんでしょもうどうなってんのかねっていう感じだよね。で、極め付きは何と言ってもですね、はい、木原さんでしょ 相変わらず木原さん、さあ、あの、何て言うんですか、あの、お魚さんのですね、YouTube 出てますね。どういう木なんでしょうかねっていうことなんか私なんか思いますけどね。まあ、木原さんの問題なんかもね、私もね、まだまだ話しますよっていう感じですけどね。あんな問題ね、あのものにしたらとんでもないっていうことですからね。はい、そういった中でちょっと今回の話なんですけども、 まあちょっと今言いましたように毎日新聞がね、えー、新たな、まあ、今月のね支持率の調査をしたっていうことで25%過去最低で横ばい、まあ、どうしようもないねっていう感じで、まあ、これ以上下がりようがないのかなみたいな感じですけどまああの、ね、ある意味で言うとですねなんで25%も支持率あるのかなって私なんか逆にそういうふうに思いますけどね。 はい。といった中で、不支持率。要は、支持しないよって言ったような人も、これもやっぱり横ばい。68%で先月と同じ、えー。もうね、倍以上ですよね。下手したら3倍近くが、えー、もう支持しませんよっていうことで、不支持を表明しているような結果がこれね、毎日新聞の出口調査で分かったっていう話ですね。もうね、どうなっちゃってるのっていう感じです。はい。それと合わせてね、ちょっとさっきもお話しさせてもらった通りですね。 え、いや、FL 姉さんね、相変わらずなんかやらかしてるんですよ。えー、ちょっとね、ちょっとこの話に関しては、まあ1日2日ぐらい前に出てたので、もう皆さんもね、ご存知の方もあるかなというふうに思いますけども、まあもしね、まだね、ご存知じゃなかった方は、えー、またかよみたいなね、えー、感じに思われるかもしれません。えー、ちょっとね、これもね、ある程度なんていうのかな、まあ、私なんかもともとビジネスの世界で生きてきた人間なので、例えばね、ビジネスの世界で言えば、 ちょっと考えられないね。みたいな感じですね。はい。というのはね、あるね、名詞に基づいたような問題が発覚したっていうことです。まあ、あのね、このルイ16世さんに関してはですね、もう皆さんご存知の通り、例えばね、まあ、もともとね、自民党のこの女性局長で出してよね、出してない、でしたよね、っていう中でですね、まあ、これに関してはさすがにあのね、エッフェル塔の事件をもとに、辞任をした、 松川さんだったんですけども、もう、キッシー何考えてんだよっていう感じでね、え先月、9月にはね、今度は自民党の副幹事長でしょ。またさ、木原さんと同じだよね、みたいな感じで、本当にね、キッシー何考えてるのかっていう感じですよね。で、なんかさ、自民女性局長は辞任したけども、結局自民党の、ね、副幹事長ということで、要職にはまだついてるわけですよ。どうなっちゃってるのみたいな感じですよね。 まあ、これもね、はっきり言ってね、その、キッシーさんの頭の中ちょっとかっぽしってみてですね、あなた一体何考えてるのっていう、聞きたいけどね、と言ってのことです。はい。でですね、このね、えー、筋肉、まあ、とは全く別にですね、まあ、なんかね、このね、松川さん、エッフェル姉さんはね、相当この大阪フレンのね、人たちに関係者になんかね、相当睨まれちゃってるなっていう感じだけど、まあ、それもそのはずだっていうことが実際に起きておりました。 で10月の一日、まあ今から約2週間ぐらい前ですかね、えー。この一日にですね、台北の中大阪経済文化弁事所っていうのがあるらしいんですけどね。これはまあ俗に言われるような、まあ、各国のね、領事館、総領事館にも当たるようなところ、えー、みたいですけどもね。まあそこがね、大阪府内でどうもパーティーを主催して開催していたらしいんですね。で、 で当然、この大阪フレンに属しているこの松川さんも招待をされたというようなことで、そのパーティーの会場で実は問題が起きたっていう話です。でね、当然そのこういったようなパーティーね、まあ立食だったかどうだかわかりませんけど、まあおそらく立食パーティーなんかじゃないですか。 っていうふうに思いますけども、当然そういったようなパーティーであればね、えー、まあ、はい、私はこういうものですっていうことで名刺交換がね、えー、その著名の方々と行われるわけですよね。で、この名刺交換の中で、なんとなんとですね、このね、えー、ルイ16世さんがですね、出した名刺が、えー、ここに書いてある通り、現職自,自由民主党女性局長、すなわちですね、もう辞任しちゃっている以前の名刺をね、 なんかね、そのまま出したっていうことらしいんですよ。これ失礼だよね。でね、えー、なんか本人曰くですけども、これを持っていても仕方がないと言っていうようなことで配っていたらしいんだよね。いやー、これ皆さんどう思いますかま、ああの、このね、動画をね、ご覧くださってる方でもね、えー、やっぱりもう今現在でもビジネス界でご活躍の方、もしくは過去においてね、えー、こういったねビジネスをしていたということで、まあ名刺といえばですね、えー、まあ自身の顔ですよね。 そういったような顔がね、古い顔の部分を出していたっていう話なわけですよ。これ本当にね、えー、その渡された人の身になって見ればですね、本当失礼な話ですよね、ということを思います。当然こういったようなことに関しては、このね、フレンの、大阪フレンの関係者もね、怒り心頭なわけですよ。まあ当たり前だよね、っていう感じですね。まあそういったのこで、ちょっと下の写真にはですね、これね、えー、選挙戦の時だと思いますけども、 まあ、ね、木田さんがね、応援演説をしている、えー、ようなね、写真だと思いますけども、このキッシーさん、えー、このルイ16世さん、まあ、どっちもどっちだなっていう感じですよね。まあ、というようなことでね、まあそういったような名刺を配っていたらしいですけどもね、まあ、ちょっといや、ね、じゃあきれちゃうよねっていう感じですよね。まあうん、で、このね、まあ,あの、このことに関して松川さん ご自身でねなんか火を認めているようなんですけどもちょっとね火を認めるぐらいだったら何でそんな名刺配るんだよみたいなことをね思いますけどねといったようなことらしいですはい、えー、といったようなことでですね相変わらず、えー、このエッフェル姉さんやらかしてるようなんですよなんか懲りないねっていう感じですね、まあ、さっきも言いましたけどもこのねエッフェル塔の事件でね、えー、このもう一人のね偏れというかですね まあやっぱり国会議員ですからね、えー、タレント議員の今田さん、何にも言ってないよね。というふうなことで、本当にね、いつになったら報告書を出すのこのままね、まあ、話としてはね,あのね FL で、FL 姉さん事件に関しては、やっぱりね、世の中っていうのは、最初ばーっと炎上してもね、少しずつ少しずつね、沈静化に向かっていくわけですよ。すべての問題そうですよね。 バーっと炎上してもですね、それこそね、半年一年ぐらいすると、特にこういったような政治に関わるような問題って、もう一般の国民すぐ忘れちゃうんですよね。まあなんかそんなようなこと待ってるだろうっていうふうに思われるようなですね、話だよね。まあそういった観点で言うとさ、あの選対委員長に選ばれたこのね、ドリル優子さんね、小渕優子さんなんかは全く同じですけどね。 まあとにかく今回のね、キッシーさんのね、えー、まあね、そのね、任命された人,人たち、ひどいわね、みたいな感じですけどね。まあそういったようなことで、相変わらずやらかしているエッフェルネさんのルイ16世さんでした。というようなことと加えてですね、キッシーさん何考えてるんだこんな人たちをですね、養殖に据えるから、愛も変わらずの支持率、えー、25%、過去最低ラインですよ。 本当にですね、総選挙この秋に行うんですかと言ってのことをね、また追加でお話しさせてもらいました。皆さんどう思うっていう感じですね。ありがとうございました。それでは、バイバイ。